本日はここ福岡ドームより福岡ダイエーホークス対読売ジャイアンツの模様をお送りします。実況は私太田慎一郎でお送りします。本日もホークススターティングラインナップはこのようになっています。ピッチャー犬飼小次郎、キャッチャー城島、ファースト松中、セカンド井口、サード岩木正美、ショート鳥越、レフト影浦康武、センター柴原、ライトバルです。ホークスの先発ピッチャーは犬飼小次郎。今日はどのようなピッチングを見せてくれるのでしょうか。バッターボックスは真田一球。真田、なかなかやるそうじゃないか。さあ行くぞ。噂にたがわぬ選手と見たぞ。大きく振りかぶって投げた、打ち上げた、レフトへ取りました。これでワンアウト。迎えるバッターは新岡。投げた、初球を打った、センター返し、二塁へ、シングルヒット。迎えるバッターは微笑み三太郎。微笑み三太郎、インコースを詰まらせて内野ゴロ、ゲッツーだ。ダブルプレーだけは避けたい。投げました、アウトロー。2球目打ち上げてしまいました。センター追いかけている、アウト。これで2アウト。次のバッターは清原。ランナー二塁でストップ、シングルヒット。ジャイアンツ、さあここでバッターはペタジーニ。ツーアウト、ランナー一塁、先制のチャンス。初球を打った、サードゴロ、アウト。これでスリーアウト、チェンジです。ジャイアンツ先制のチャンスを生かせませんでした。本日のジャイアンツスターティングラインナップはこのようになっています。ピッチャー上原、キャッチャー阿部慎之助、ファースト清原、セカンド西、サード江藤、ショート新岡、レフト微笑み三太郎、センター真田一休、ライト高橋由伸。上原、今日はどのようなピッチングを見せてくれるのでしょうか。バッターボックスは岩木正美。投げた、バットが回った、ものすごいスイングです。投げました、打ち上げた、センターへ、センター真田一球、難なく取りました。これでワンアウト。次のバッターは井口。
投げた、低めに外れた。第2球打ち上げた、取りました。これで2アウト。迎えるバッターはバルです。第9球ストライク、タイミングが合いません。ワンストライクノーボール。第2球流した、サードゴロ、アウト。これで3アウト、チェンジです。先発上原、見事な立ち上がりです。ジャイアンツこの回最初のバッターは江藤。バッターは6番サード江藤、背番号33。1球目投げた、空振り。2球目投げた、ストライク、タイミングが合いません。大きく振りかぶって投げました、ストライク、三振です。最後は速い球で三振に取りました。迎えるバッターは阿部慎之助、アウトカウントはワンアウト。第1球内側に外れた、投げた、ボール。インコースいっぱい、バッター有利なカウント。大きく振りかぶって投げました、高めいっぱい。5球目打った、ライト前、ランナー二塁を狙う、ランナー二塁を蹴った、三塁へ、セーフ、スリーベースヒット。バッターボックスに西を迎えます。ワンアウト、ランナー三塁、先制のチャンス。投げました、打ち上げてしまいました、ショート落下点、アウト、ツーアウト。ジャイアンツ、さあここでバッターは高橋由伸、先制のチャンス。外側に外れた、いい当たり、三塁線、二塁へ、阿部慎之助ホームイン、タイムリーヒット、ジャイアンツ先制点。ジャイアンツ、さあここでバッターは真田。顔から一発狙いが消えたような気がするが、失敗は二度繰り返してはならない、これが勝負の鉄則です。打ち上げてしまいました、ライトへ、ライト落下点、取りました。これで3アウト、チェンジです。ジャイアンツこの回1点先制。ホークスこの回最初のバッターは影浦康隆。
投げた。内角低め。投げた。インハイ。投げました。ボール。第4球。打った。ショートゴロ。アウト。これでワンアウト。松中、本日初打席。今日はどうでしょう。アウトカウントはワンアウト。投げた。ボール。ボールワン。打った。レフト前。レフト微笑み。サンタロー追いついた。ツーアウト。次のバッターは城島。アウトカウントはツーアウト。バットが回った。タイミングが合いません。投げました。打った。ライト前。ギリギリ。シングルヒット。柴原、本日初打席。今日はどうでしょう。ツーアウト、ランナー一塁。投げました。打ち上げた。レフトへ。レフト微笑み。サンタロー守備範囲でした。スリーアウト。ホークス同点のチャンスを生かせませんでした。犬飼小次郎、まだ疲れは見えません。ジャイアンツ高打順です。この回2番三岡から。ストライクゾーンをかすめている。大きく振りかぶって投げました。空振り。カウントはツーナッシング。大きく振りかぶって投げた。ストライク。三振です。決め球はストレート。バッターボックスに微笑み。サンタロを迎えます。サンタロー勝負だ。負けませんよ。打ってみせます。第9球。内角。第2球。投げた。これは早い。ストライク2。第3球。投げました。ストライク。三振。決め球は落ちるボール。次のバッターは清原。アウトカウントは2アウト。第9球。投げました。伸ばした。ファーストゴロ。アウト。スリーアウト。3回の表、ジャイアンツわずか3人で攻撃を終えました。上原、まだスタミナ十分。ホークス、この回は下位打線からです。バッターは8番、指名打者、国語、背番号9。
投げた、ボール、ボールワン。打ち上げてしまいました、ライトへ、取りました、ワンアウト。迎えるバッターは鳥越、アウトカウントはワンアウト。ボール、ワンボール。打った、取りました、これでツーアウト。次のバッターは岩城まさみ、ツーアウト、ランナーなし。バントした、三塁線、いい送球、俊足のランナーが出ました。バッターボックスは井口。